この一番いいせり出したところに貼るという。やっぱここ取ったからにはな。そうやな、ここに貼るならな。まあやりましょうか。じゃあなかなか取られへんからな。よいしょ、至難の技やで。なかなか難しいと思うけど。難しいよ。頑張りましょうか。頑張ろう。よっしゃ。できないことはない。やればできる。なんだって。あ、これ太ももか。Been telling things I wear. What facts belong, it's hard to say. The pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. The dance ain't over, I'm sure we're still the same. Love the ways you make us whole. Would you say if things ain't right?In these times, just please be patient. Be my shore, you be my home. Drag us out and build us up again. Put things right and let me go. No way of knowing if there's still time. Look away, look away. What's really going on? What's really going on? Would you tell me? Can't you say? What's really going on?いいよ、晴れましたね、一応。綺麗やで。綺麗に晴れたよな。あの写真だけでは分からへん黒いな。うん、これよりでかいテント張っとったんやろ、だって。スカイパイロットやで。うん、すごいな。あ、でもあれや、あの大きい方じゃなくて小さい方やったよね。おー、やりましたね。やりました、晴れました。上手に晴れました。晴れただけやけどな。設営完了しました。まだ何にも終わってない。晴れただけ、晴れただけ。さっさと設営していきましょう。もっとザリガニ取ってくるわ。うんと。エントリー行く。休憩休憩、エントリー行く。ジュースのまま、春コーヒーのまま。猫暑すぎて。やっぱり暑かったな。うん、うん、冷凍いただいちゃいましょう。はい、おやつとともに。景色がいいわ。ファミリーキャンプは帰ったのかな。かなりチルってるで。チルってる。チルしかない。わ、すごいなこれ。いいな。うん。素敵。なんで急におねえみたいな。あ、すごいやんここ。いいやろ。頑張って張ったかやんな。うん、うん。
どうなることかと思ったけど、ほんまに来た時は。ああ、いいっすね。あ、これはいいわマジで。うん、冗談抜きで。そうだろ。いやマジで冗談抜きで。これいいな。うん、なんか3時間ぐらいこうしてられるもん。日が暮れるまで。うん、日が暮れてもこうしてられる。あ、おいしい。あ、今日はあ、オープニングですか。何時間も経ってからのオープニング。はい、チャンネルママです。今日は3回目の何やった。何キャンプ場やった。日が奥やろ。マジで言ってんの。違うで、言わそうとしただけ。わあ、そういうことか。うわ、なあ。そういうわけなんやな。言うたってはる。おお、日が奥稽古のキャンプ場。バイテンはもう3回目やからな。そう。ほんでこのサイトは2回目です。あのソロの時にあの今回の予約取って帰りましたんで、今は新緑の季節やから緑が綺麗な。綺麗、ほんまにめっちゃ綺麗。来た時めっちゃ天気良くてめっちゃ綺麗やってんけど、今曇ってるな。今は天気悪いです。うん、今日でもあれやな、空いてるよな。空いてる。なんで ?1,2,3,4 いや、フリーサイト7組ぐらい多分。いや、の、あのオートサイトは満パンいやな。いいですね。やけど、いろんな生き物おるから、この日が奥は子供に人気やし、子供が多いからすぐ仲良くなれんな、子供とな。前も大輝とな、大輝と仲良くなれたもんな。また会いたいな、大輝くん。これ取れてん。ハゼ、ハゼ。かわいい。ハゼとエビ。うん、エビとカニ。これ車エビ。車エビ。何車エビ。高級食材。はい、ということで。今日はあのテントとタープと張ってます。テントはモーニンググローリー。でタープが DD タープで、パパディアボさんはタープ泊をするという。ソログルキャンです。ソログルキャンやってみたかった。そう、でも友達おれへんから。いや、たけし君と行ったって。たけし君ぜひ。ソログルキャンに憧れてて、パパさんのことソログルキャン誘ってあげてください。誰か友達おれへんから。ちょっと寒くなってきた。じゃあ夜ご飯までちょっとゆっくりしようか。散ってるわ。やば。Thank you.
どう朝マック美味しい、うん、やっぱり炭火で焼いたから香ばしい。いいでしょ朝マック、うん、やっぱ朝マックだよね。朝マックしないいいやろ朝マック。あ、これ食べ、ハータコン、これと僕らも食べ、食べた今、カフェ、どうやった、酒屋。うまん、うん、おいしい、最高や。おいしすぎてキャンプ最高や。子供が楽しめるキャンプ場とや、ファミリーにはもうかなりおすすめだ、ね、かなりやな。肝もめっちゃおるしな。そう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 、ザリガニからハゼからカエルからエビメダカ、うん、トカゲ、うん、そうだ、もうもうもうなんか魚はよう泳いでる、うん、クモがあの一本の毛にタタ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 って今の登ってて、あ、今おるよ、うん、どこ、あ、ほらになった今のそうそう、虫がよこの辺這うな、さっきもここ荒れてたもん、うん、虫死なれるで、虫がね、虫がよう歩くよ、日が丘、うん、体をやっぱ自然がたくさんやから虫も住みやすい。まあ、な、楽しめるキャンプ場やな、いろいろ。いや楽しかったね、うん、一瞬で時間が過ぎていくし、うん、穏やかやわ、うん、やっぱ春日は穏やか、怖いやっぱり春日は穏やか、包まれてるかな、うん、リフレクションは、リフレクションは取れませんでしたそれでやっぱ穴吉さんはすごいと、はい、いうことでよろしいでしょうか。もうもう身に染みて分かったね。分かった、あんないかつい写真撮れん、アナキチンさんリスペクト神、マジ神って、うん、はい、というわけでね、はい、いろいろ分かったの、これで終わりですね、うん、そうですね、いい景色の中で、はい、美味しいご飯食べて楽しいキャンプができました。はい、日が丘最高、終わりましょう、はいはい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイキョーチャンネルでした。じゃあまた会う日まですぐ会えると思うけどじゃあ最後はあれ皆さんでやりましょうか。やらへん、皆さんであれで終わります皆さん、バイ、センキュー、終わりましょう。これで滑って終わるんややわいや、もうやってくれてるかもしれない、まあ、自然が助けてくれたね、今バイセンキュー友さんぐらいじゃあやってくれ